どうもシャチアンドールカです。高評価、チャンネル登録お願いします。してくれたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そろそろフェスが始まりますね。1月7日ですね。皆さんはフェスは何に投票しますか？辛いですか？甘いですか？それとも酸っぱいですか？私は甘いにします。皆さんも分かりきってることだとは思いますが、今回のフェスは甘いが圧倒的に多いですよね。辛いは分かりますが、酸っぱいに関しては非常に少ないでしょう。打つ方を勝たせてあげようとしているのかもしれません。別に私は誰が勝ってもいいのですけどね。風花が勝っても、打つ方が勝っても、万太郎が勝っても別にいいのです。私が勝てればね。実は私、フェスで負けたことないのです。未だに全勝。負けてみたいものです。今回も私は甘いに投票するつもりだから、今回も勝ちますね。嬉しいのやら、悲しいのやら。酸っぱい、辛い日に投票した人たちは頑張ってください。甘いに投票する私も頑張りますので、一緒に楽しみましょう。私はフェスが楽しいと感じる人なのです。普段縄張りはやりたいと思わずにガチマッチばかりしている私なんですけどね。フェスの時は縄張りが楽しいのです。一体感が出るからなのですかね。こればっかりはシャチアンドールカの七不思議の一つに入れておくべきかもしれません。皆さんはフェス楽しいですか？それともガチマッチをやらせろと思っていますか？コメントで教えてくれたら嬉しいです。ここまで見てくれたらわかると思いますが、これ前回のフェスではなく前夜祭なのです。前回のフェスは動画を撮っていませんでした。すみません、編集してる時懐かしいと思ってしまいました。前夜祭では負けたことは秘密です。前夜祭は農館でしょ？だから負けなしです。異論があればコメント欄に書いてください。最後に YouTube のことについて話そうと思います。120人突破しました。ありがとうございます。一人ずつコツコツと増やしていきたいです。ですが私の動画は編集も未熟で話している音声も質が悪いと思います。どうすればいい動画を作ることができるのか考えていますので、長い目で見守ってくれたら嬉しいです。この試合も無事に勝てそうですね。ナイス勝利。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。